日本テレビ放送局株式会社より記念品が贈られます。ボクシングの聖地として名高い後楽園ホールよりお届けしておりますダイナミックグローブスペシャル、まもなく第1試合が始まろうとしています。もともとは1958年後楽園ジムナジウムとして完成したこの後楽園ホール、毎週ダイナミックグローブが開催されています。赤コーナー122パウンド角入り宝石ジム所属木村大輔、ジャッジ浅尾和信、同じく山田一光、同じく桂木明彦、レフリー小宮一明、デビュー戦同士の戦い、スーパーバンタム級の4回戦です。赤コーナー画面右側、角海老宝石ジムの木村大輔です。青コーナーは左側、横浜桜ジムの高山健吾です。どちらも同い年19歳同士の戦い、今日がデビュー戦です。まもなく第1試合のゴングが鳴らされます。スーパーバンタム級の4回戦です。赤いトランクスが角海老宝石ジムの木村大輔、青いトランクスが横浜桜ジムの高山健吾です。まずはお互い積極的にジャブを出していきます。青いトランクスの高山が左構えサウスポーです。赤いトランクスの木村は右のオーソドックスな構えをしています。右対左の戦いとなりました。両者とも今日がプロデビュー戦です。デビュー戦ですが、両者とも積極的な動きを序盤から見せています。右のストレートを出して前へ出ていこうとしました。赤いトランクスの木村です。赤いトランクスの木村の方にはアマチュア歴があります。左右のフックを大きく振っていったのが青いトランクスの高山です。青いトランクス高山にはアマチュア歴はありません。さあ、その高山、積極的に左を出していきます。なんとか左ストレートが出ればいいのですがと言っていた高山です。ガードを高く上げている木村、右のストレート、体ごと前へ行きました。身長は赤いトランクス木村が163センチ、高山が173センチ、高山の方が10センチものアドバンテージがあります。今は木村の右のストレート、右の顎をかすめていきました。木村、さあ、体揺らしています。ロープを背にしてまた動いていったのが高山。左のストレートを見せました高山です。そこに服を返していった木村です。赤いトランクス木村はアマチュア歴が13戦あります。13戦して8勝5 KO 5敗。このアマチュア歴を何とか生かしてプロ初勝利をもぎ取っていきたい木村。さあ、右のストレートを出したところに左の返しを受けてしまいました木村です。左のストレート高山、左、しかしこれは木村が避けていきました。さあ、右のフックも振っていきました。ここで木村の右のアッパー、この右のアッパーは効きました。木村、赤いトランクス右のストレート、さあ、また今度は高山の返しの左のストレート、お互い右のストレートと左のストレートをうまい具合に打ち込んでいきます。プロデビュー戦同士の戦いです。スーパーバンタム級の4回戦第1ラウンド、残り40秒になろうとしています。両者とも軽快な動き。さあ、右のストレートで前へ行きました木村、ロープ際を抜け出した高山、左のストレート、左を狙っていきます高山。しかし木村も積極的に右のストレート。赤いトランクスの木村、今日は左でペースを握っていきたいと言っていましたが、第1ラウンドその左はまだ
手数は多くはありませんが左のフックも見せている木村です。積極的に前へ出ていく、そして距離を取っていく高山です。右のアッパー、最後に木村が右のアッパーを見せて第1ラウンドが終了しました。赤コーナー木村大輔、風に放送に準備されている昭和57年3月の新潟県北浜原区出身、青コーナー高山健吾、横浜桜井チーム所属、昭和57年11月生まれ、神奈川県横浜市出身、両選手とも本日がデビュー戦でございます。赤コーナー角海老宝石ジムの木村大輔です。アマチュアで13戦して8勝 5KO5 敗というキャリアがあります。新潟県北蒲原郡京ヶ瀬村の出身、高志高校ボクシング部の時のアマチュアのキャリアです。このボクシング部では部長も務めていた木村大輔です。まもなく第2ラウンドが始まります。スーパーバンタム級4回戦第2ラウンドに入りました。第1ラウンドから両者とも積極的な動きを見せていたプロデビュー戦同士の戦いです。左のストレート、これは高山です。青いトランクス、高山にはアマチュア歴はありません。高校3年生の時からジム通いをして1年半、今日のデビュー戦となります。また左のストレートを見せた青いトランクスの高山です。身長で10センチのアドバンテージのある高山、距離を取って自分のリーチをもっと大切にして左のストレートを出していきます。また左のストレート、しかしここは木村の返しの右、木村フックを振っていきました。左のストレート、高山です。タイミングを狙っていきます。サウスポーの青いトランクス高山健吾です。右はボディを打って左のストレート、積極的に左を長いリーチを生かして伸ばしていく高山です。フットワークも生かして体を振っています。左、接近して頭がぶつかり合うシーンも見られました。再び戦いの場は中央に戻ります。距離を取って長いリーチを生かして左のストレートを出していきたい青いトランクスの高山、タイミングを測っていきます。左を伸ばしたい高山、右のストレート、これは青い赤いトランクスの木村、右のフック、右を3連発、再び右、木村です。ここは木村の構成、積極的に前へ出ていく赤いトランクスの木村、右のストレート、右のボクサーファイターという赤いトランクスの木村です。やはり得意は右のストレート、しかし左にも自信があると言っていた木村です。高山の左のストレートも光ります。第2ラウンドに入っても手数は変わらないこの戦いです。前へ出ていく木村、体ごと前へ出て攻勢を仕掛けていく木村大輔です。赤いトランクスの木村は辰吉丈一郎の試合を見て触発されボクシングを始めたといいます。そのために新潟県から上京してきました。さあその木村はアッパーの連発で細かいパンチを投げていきます。右のストレート、高山の顔面をうまく捉えています。ボクシング、左を振っていきます。木村大輔、なんとかプロデビュー戦を勝利で飾って来年の新人王に挑戦したいという木村でした。しかし今はカウンター気味に高山の左を浴びてしまいました。左のストレート、高山です。ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンドの攻防です。赤いトランクスの木村大輔が積極的に右左、この右のアッパー見せていきました。
右のボクサーファイター木村大輔です。本来は左でペースを握っていきたいボクシングなんですが、今日はサウスポーが空いているので特に右も重視して練習してきましたという木村大輔です。こちらは青コーナーの高山。さあ第3ラウンドが始まりました。スーパーバンタム級の4回戦は後半に入っています。まずは高山が左のストレートをワンツーで見せていきます。上体を振っています。左のストレート、木村の右のアッパーは空をかすめていきました。距離を取ってなんとか左のストレートを伸ばしていきたい高山。しかしここはコーナーに詰めた。しかし高山抜け出しました。木村積極的に前へ出て攻勢を仕掛けていきます。身長差は10センチ。懐に入っていくように前へ出ていく木村大輔です。サウスポー相手のため今回は右も重点的に練習してきました。ファイトランクスの木村、第2ラウンドではその右のアッパーが光りました。さあ右のストレート接近して打っていきました。右から左、木村大輔です。プロデビュー戦同士の戦い、スーパーバンタム級の4回戦です。右のストレート、これは木村がグローブで避けています。左にストレート、高山です。高山健吾サスポスターレス。ここは木村も右で返していきます。打たれたら打ち返す木村大輔です。青いトランクスの高山健吾は神奈川県横浜市の出身です。高校3年からジム通いをして1年半、今日のプロデビュー戦となります。まあ、経験では赤いトランクスの木村の方がアマチュア歴13戦とありますので、経験では木村の方が勝っていますが、それに負けないボクシングをしますと試合前に語ってくれました。青いトランクスの高山、左のストレート、高山自分の距離に持っていって左のストレートを打ち込みたい高山です。右から左、しかしここには木村の返しの右アッパー、木村大輔右アッパーです。左にも積極的に出していく木村、左でペースを握っていきます木村、右アッパー左、スッと距離を詰めて打ち込んでいく木村大輔です。来年は新人王に挑戦することが決まっている赤いトランクスの木村、ここはプロデビュー戦勝って来年へと勢いをつけたいところです。左にストレート、高山です。試合は第3ラウンド残り15秒というところ、一進一退の攻防が続いています。両者ともプロデビュー戦の戦いです。ここで第3ラウンドまで終了しました。残るは第4最終ラウンドです。今日がデビュー戦という戦い、スーパーバンタム級の4回戦は最終第4ラウンドを迎えようとしています。赤コーナーは角入り宝石ジムの木村大輔、13戦のアマチュア歴があります。青コーナーは横浜桜ジムの高山健吾、今日がボクシングの試合初めて、どちらも今日がプロデビュー戦です。さあ最終ラウンドが始まりました。スーパーバンタム級の4回戦です。赤いトランクスが木村大輔、青いトランクスが高山健吾です。さあ赤いトランクスの木村が積極的に仕掛けていきます。攻撃を仕掛けていく木村、そこに高山が左のストレート、左のストレートが、あ、ここでレフリーの染谷さんが手を振りました。どうやらこれは高山の目を切ったわけではありません。ここは赤コーナーの木村大輔が攻めたところでレフリーの染谷さんが試合を止めました。
勝利は赤コーナー角指宝石ジムの木村大輔です。スーパーバンタム級の4回戦プロデビュー戦同士の戦いは木村に軍配が上がりました。ただいまのテクニカルノックアウトタイム4ラウンド23秒木村選手のテクニカルノックアウト勝ちでございます。4ラウンド23秒でのテクニカルノックアウト勝利を決めました木村大輔です。新潟県から上京して1年、13戦のアマチュア歴を背負って今日のこのプロデビュー戦、見事なテクニカルノックアウト勝利を収めることができました。積極的に右のアッパーを出していった木村です。この試合のペースを握っていました。スーパーバンタム級の4回戦プロデビュー戦同士の戦い、勝利を収めたのは角指宝石ジムの木村大輔でした。